爆破事件のことだけど、実は爆破現場の近くにある成平工業という会社に脅迫状が届いていたことが分かったらしいわ。成平工業って昨日小笠原さんと言った？で、みんなを集めたのは他でもないわ。うちの部署の者が爆破事故の近辺を嗅ぎ回ってるって本部から注意が入ってね。誰とは言わないけど、これ以上余計なことをしないように。あの、脅迫状の中身はどんなものだったんでしょう？まったく好奇心旺盛ね。近々予定されている会見を中止しろ、しなければ爆弾を仕掛けるってことみたい。会見？そうよ。さ、これでいいでしょう。もうこれ以上は本当にダメよ。小笠原さんの言葉じゃないけど、これ以上は適材適所ってことなのかな。悪いけど、この後外出するから、何かあったら携帯に連絡して。はい。これ以上事件のことは調べられないのかな。頼む、解析してもらえないか。どこで手に入れたもの、それにどうして解析が必要なの。入手経路も目的もわからないようなデータは解析できない。出所はまだ言えない。でもこれを解析することによってある事件が進展するかもしれない。室長は知っているの？いや、まだだ。でもそれなら無理だね。先に許可を取っておかないと。わかった。わっ、あ、すまない。今の明智さんですよね。何かあったんですか？何も。これ、明智さんが分析してほしいって言ってたものですか？話、聞いてたの？すみません。でも、調べてあげないんですか？聞いてたならわかるでしょう。室長の許可もないのに。でも、あんな風に何かを頼む明智さんの姿、私初めて見ました。だから何？俺は頼まれたら何でもホイホイ調べるわけじゃない。なぜ調べるのかわからないようなもの引き受けられるもんか。とにかくそれは明智さんに返してきてくれ。はい。はい。あの、これ小笠原さんが返してくれと。ああ、やっぱり引き受けてくれないってことか。あ、そういう意味じゃないと思いますよ。室長に許可を得てないからって。そういえば、なぜ調べるのかわからないようなものって言ってたっけ。あの、それどうして調べるのか私たちにも言えないようなデータなんですか？小笠原さんもちゃんと言えば協力してくれるかもしれませんし、それほど重要なものだって分かれば私からも頼もうと思いますし。俺たちが現場から逃がした不審者を探し出した。え？どうやって？被害者の身辺を全部洗った。そこで行き着いたのが元従業員の森川正明という男だ。被害者を親父と呼んで慕っていたらしい。それならその森川という人が事件に関与している可能性が高いんですね。これはその森川の家にあったノートパソコンに入っていたデータだ。だから確証はないが、何か事件に関係あるデータかもしれない。なるほど。ということは
もしかしたら爆破事件にも関係あるかもしれないってことだよね。わかりました。私からも小笠原さんにもう一度頼んでみます。小笠原さん、明智さんに聞いてきましたよ。このデータ、例の工場長殺人事件に関係しているみたいです。で、だから殺人事件に関係しているかもしれないってことは、結果的に爆破事件にも関係しているかもしれないじゃないですか。だから、え、どうして君がそんな風に向きになる必要があるの？もちろん真実を知りたいからです。へえ、真実ね。はい。小笠原さんは知りたくないんですか？そのデータを解析したら真実がわかるっていうの？このデータだけで真実がはっきりするかどうかは私にはわかりません。でも明智さんの様子だと何かがわかるんじゃないかって思います。わかった。え？言っとくが、このデータが何なのか俺には興味がない。ただ君がしつこいから、とにかく解析すればいいんだろう。小笠原さん、ありがとうございます。君が礼を言うことじゃないでしょう。そうなんですけど、小笠原さんが私の頼みを聞いてくれたのが嬉しくて。何度も言わせないで。君がしつこくて根に持ちそうだから仕方なくやってあげるだけだよ。おはようございます。まだ誰も来ていないのかな。小笠原さん、もしかして泊まって仕事をしていたのかな。かわいい寝顔。え、私の名前？それは違う。こっちを先に入力して。なんだ、仕事の夢か。きっと私夢の中でも注意されてるんだな。ごめん。大丈夫？あ、はい。もうそんな時間だっけ？あ、いえ、まだ朝7時過ぎです。7時。泊まって作業していたんですか？うん。明智さんから預かったデータを解析してたからね。ところで、今日はずいぶん早いね。いえ、小笠原さんの作業がどうなったのかと思って。そんなのメールをくれれば返信したのに。小笠原さんが頑張ってくれているのに、そんなメール一本で済ますだなんて。君は本当に非効率的な人間だよね。あ、また笑った。笑ってない。今度は1秒くらい笑ったと思います。だから笑ってないって。コーヒー用意しますね。笑ってないって言ってるのに。ところで解析はどれくらい進んだんですか？残り3分の1というところかな。私にはよくわかりませんけど、かなり難しいんでしょうね。それを聞いてどうするの？え？君に言っても仕方がないだろう。一歩近づいたと思ったら二歩突き飛ばされる、そんな感じだな。何か言い返したいけど、なんて言えばいいのか。大きなお世話。慣れては来たつもりですけど、
そんな言い方しなくても。待ってください。え、小笠原さんが出ていく必要はないですよ。私、朝ごはんを買ってきますから。コーヒー入れてあります。まあ、せっかく心配してきたのに。けど、確かに頼まれたわけじゃないし、私が余計な出しゃばりをしているのかも。あれ？どうしたの？そんな顔して。あ、いえ、なんでもないです。わ、言葉遣いは女っぽいのに、やることは男っぽいんだな。てめえ、一丁前に強がってんじゃねえよ、同新人のくせに。それにしても、今日早いな。ちょっと、その、小笠原さんの仕事が気になって。ふん。あの。何？どうして小笠原さんは、緊急特命捜査室のメンバーに選ばれたんですか？なぜそんなことを？気になるからです。なんとなく。じゃ、お前はどうしてだと思う？え？私には分かりません。ただ、人付き合いが得意じゃないなら、科警研にいたままの方が居心地いいじゃないですか。それをどうしてわざわざ現場に近い捜査室に配属されたのかと。あら、ずいぶん小笠原に興味を持ったみたいね。え？小笠原さんに興味？私が？ま、彼が捜査室に来たのはね、知能指数は高いけど、勤務時間中に寝る、敬語が使えない、協調性ゼロの社会人不適格者だったからよ。ま、簡単に言うと島流しね。島流し？この私が拾ってあげなきゃ、あいつはヤシの実のごとく太平洋をぷかぷか漂流してたわね。あの、ひょっとして皆さん似たような事情でこの捜査室に？そうね、普通に移動してきたのはあんたくらいじゃない？そんな。でも、そんな可愛げのないメガネ付きヤシの実を拾ったのは、あいつが人の痛みがわかるやつだったからよ。ああ見えてね。え？もし彼といるのが辛いなら他の誰かと組んでもいいけど、どうする？他の誰かと？もしかしたらその方がいいのかな。でも、いいえ、まだもう少し小笠原さんと一緒に仕事をさせてください。根性あるね。室長、上から押さえないでください。身長が縮んでしまいます。なんだ、お前自分がチビなことを気にしてんのか。平均身長です。たまたま皆さんが平均より高いだけです。やっぱ気にしてやがんな。あんな風に言い返しちゃったけど、でもやっぱりちょっと自信がないんだよな。室長の話はなんとなくわかるけど。どこ行くの？コンビニです。如月さんは捜査室へ？うん、一度捜査室に行って室長に報告してから外出するとこ。今日は何の事件を調べるんですか？あれ、私変なこと聞いたかな。あの、ああ、ごめんごめん。今はシークレットで。後で報告するよ。今日はちょっと急ぐんで。じゃあね。あ、はい。なんだかいつもの如月さんと違うみたいだけど、気のせいかな。
ただいま戻りました。いつ見ても小食だな。今朝は。今朝は。すみません。どうぞ先に。今朝はコーヒーどうも。え、それだけ？なんだ、やっぱりそれだけなんだ。それから解析が終わった。ちょうど君にメールしようとしていたところ。え？それで結果はどうだったんですか？あ、いや、正確に言うと解析はまだ完全には終えていない。俺の解析できる部分が終わったということだ。最後のパスワード入力画面、 A 文字が4つ入るようになっている。 A 文字が4つ？うん。これまでも何度かパスワード入力画面があったけど、総当たりで解いていくことができた。でもこれはちょっと特殊でね、普通の方法じゃ解けない。じゃあパスワードを探さないと。でも俺たちが持っている情報だけじゃ無理だね。後で明智さんに聞いてみないと。もしかしたら明智さんだけでもダメかもしれないけど。朝に見た時より髪がボサボサになっているような。え、なんだろう。ごめん、俺が戻ってきたことを少し黙っておいてくれないかな。え、どういうこと。後でちゃんと説明するから。じゃあね。あ、もう如月さん、明智さんといい、如月さんといい、一体何やってるんだろう。如月さん、朝もちょっと様子が変だったし、どうしたんだろう。どうしたの。あ、いえ、別に。隠すようなこと。え？いや、人にはいろいろ聞くのに、自分は言わないんだなと思って。隠すというか。おい、解析どんな様子だ。なるほど。じゃあそのパスワードが何かを調べないとな。俺は言われた通りやったから、あとはパスワード次第。休憩してくる。おい小笠原。おい、完全無視か。私も失礼します。休憩ってどこに行くんですか。ちょっと外の空気を吸いに。私も一緒に行っていいですか。そのつもりで出てきたんでしょう。いいよ、一緒に行こう。仕方ないから連れて行ってあげるよ。こんなところに小笠原さんと来ることになるなんて思ってもみなかったけど。ケーキセットあるよ。え？こういうの好きでしょ。え、まあでも小笠原さんはこういうの苦手なんですよね。別に俺が苦手でも食べるのは君だし、食べたいなら食べなよ。じゃあお言葉に甘えて。どうぞ。おいしい？はい。一口どうですか。いや、いらない、そんなの。なん
だか子供が拗ねてるみたい。美味しいですよ。だからいらないってば。本当に甘いもの苦手なのかな。小笠原さんが甘いものダメっていうのは昔からダメなんですか？うん、中学生くらいから。中学生ですか。うん、食べ過ぎちゃってね、それでダメになっちゃったんだよ。脂っこいものなんかも同じ。あ、なるほど。明智さんが持ってきたデータの分析が順調に進んだのは君のコーヒーのおかげかもしれない。え？私のコーヒー？あ、朝に入れていったコーヒーのこと？もしかしてあれ、飲んでくれたんだ。そう。そのおかげで頭がすぐにすっきりして作業がはかどった。ありがとう。あ、そっか。それで操作室に戻ってきたとき、お礼を言ってくれたのかも。笑った。また拗ねられちゃうかもしれないから。うん。ここのコーヒーすごく有名だけど、やっぱり君が入れてくれるコーヒーやお茶の方が美味しいかも。え？こうして一緒にいるとなんだか落ち着く気がする。小笠原さん。まあ気のせいかもしれないけどね。でもどうして森川さんの家からあのデータを？石原殺害の現場から逃げたのもあったし、もし石原が例の爆弾事件と関わっているなら森川の家に何か手がかりがあるんじゃないかと。え？どうして石原さんの事件と爆破事件がつながっているって、もしかしてあの破片のこと知ってるんですか？破片って殺人現場にあったやつですか？ああ、お前が拾ってきたやつだ。あれ、俺が拾ってきたのどうして知ってるんです？破片が一致したことはともかく、俺のことは情報回ってないですよね。小野瀬さんから聞いた。私たちは室長からです。なるほど。でもその様子じゃ3人とも最初の事件のこと調べてるんですか？藤森さんも調べてるみたいだし。藤森も調べてるっていうのは？あ、いえ、殺人事件を調べているかどうかは分かりませんけど、工場を確認しに行ってるような話を聞いていたから、てっきり。工場の確認って、最初に殺された石原さんが工場長だっていうのと何か関係があるのかな？何勝手なこと言ってんねん。別に事件のことなんか調べてへんよ。俺はただ室長に言われたことを調べていただけで。室長に？リストを渡されて。だ、このおしゃべりが。お前ら揃いも揃って何勝手なことやってんだ。何をこそこそやっているかと思えば。まあいいわ。それでデータの中身は何だったの？それがまだ確認はできてません。確認ができていない？最後のパスワードがどうしても解除できない。お前でも無理なの？そう。ということはみんなが持ってる情報を共有しないと解除できないかもしれませんね。小笠原、どうした？
ティング中だぞ。ちゃんとホワイトボード見てろ。室長に叱られるぞ。わかってるよ。おいメガネ、てめえ俺が説明してんのに何居眠りしようとしてんだ。起きてるよ今日は。メガネはまた寝不足か。藤森さんだって昨日合コンで寝不足なんじゃないですか。顔が腫れぼったいですよ。言われてみればそうだな。お持ち帰りでもしたか。してませんから。できなかったんだ。やかましいわ。お前も合コンに連れて行ってやろうか。それ面白いですね。小笠原さんがああいう時一体どんな振る舞いをするのか。ダメです、小笠原さんは合コン禁止です。なんで？きっといろんな女の人に言い寄られると思います。それでどうして合コン禁止なんだ？いいことじゃないか。なんとなくダメです。じゃあケンジ君は？藤森さんと如月さんは好きに言ってください。あれ？なぜか傷つくぞ。ひどい。俺のことも心配してよ。てめえら今仕事中って知ってるか？